ないですか。これ。あ、テレビ出たんですよ。そうそうそう。令和の虎に出て、はい、ダーッ出たんですよね。そうですね。この値段だったら、はい、絶対に喜んでもらえるから設定してるつもりなんですけど、はいはい、ただ、はい、そのあーついに来たな、はい、仙台まで来ましたよ、はい、あ看板見えてきましたよ看板そう卸元っていうかあいろんなところで提携しようかな、はい、結構立派な事務所だよな、はいあ、おしまーお疲れ様ですお疲れ様ですよろしくお願いしますカメラ回ってまーすあ、これじゃないですかこれあ、テレビ出たんですよそうそうそうあ、あの前見せてもらったじゃないですかドラッグドラゴンとか出てるじゃんそうですねこっち取らないちょっといつものカメラマンは今日休あの休んじゃったんで。ああそうですか。ドランクドラゴンです、うん。これに3回出て、4回目この間、はい、あまた出とる出たんですよ。はい、一応放映したものだけは3回。あ3回出たんですか。そうなんです。おおそうなんですか向こうから来るんですか。向こうから来てましたね。うん、やっぱ出るためにドバー売れるんですか。出ますねここはやっぱり信頼性高いですね。すごいな。違うやつで出てくるんだ、はい、シャツ、パンツ、スパッツとそうですね、へスパッツの時はあの塚地さんとかこう飛んで、はい、実際どのくらい変わるかって言って、はい、ました変わったんですか変わりましたね初め何もない時は23センチだったんですよ、はい、でところがあのスパッツシャツ着たら46センチ飛んで、はい、ほぼ5センチ倍です、ね、それはあのイラスですかいやいや、なんでですか。カメラ回ってる。仕込んできますんで。やめてよ。いろいろ仕込んできますんで。スキーマーどれぐらい出てるんですか。スキーマー1万くらいです。すごいな。はい。令和の虎に出て、はい。ダーッ出たんですよね。そうですね。令和の虎にね、去年の2月8日ですね。はい、何回か出ましたね。そうですね。何回も今、まあ、虎の方になりまして。はい。あ、マジですか。あ、言ってましたね。言ってもらってます。毎回出てますか、あれ。月にですね、2本くらいずつ、はい、出ておりますね。あ、マジですか。で、なんか出資したんですか。あ、してますね。あ、マジですか。結構してます。はい。あ、マジですか。はい。それはもう1000万くらいしてるかな。マジですか。1000万弱くらいですかね。あれ、もうリアルなんですか。リアルですよ。ガチガチですよ。ガチで出して、はい、もうあのガチで面接ですから、何にも前情報なしに、はい、いきなり来て、はい、この人はどうですかって言われて、はい、1時間半、1時間から1時間半で。で実際にそれでどれぐらい成功してるんですか、スタートアップみたいな。オールになったかどうかで言うと、私の場合には7割か8割くらいオールになってると思うんですね。はい。やっぱり出せない人ももちろんいるんですけども、はい、やっぱりある程度こうしっかりした人にはこう出す形ですね。で出した人で失敗する人もいるじゃないですか。はい、まだ今のところいません。あ、そうなんですか。はい、あのまだ始まったばっかりだからね。あ、そういうことですね。はい、今動き始めて。で結構ミーティングとか口挟むんですか。そうですね。挟、まあ、向こうからも報告も来ますし、はい、まあ、少しずつ交流しながらやってますね。一人出したんですか。みんなで出した。みんなで出す感じですね。そうですね。一人出しはないな、うん。やっぱりいいものはみんなで。みんなで出して、出した応援してあげるみたいなのも強いですよね。そうですね。で、リターンみたいなのは多少あります。ある場合もありますね。はい。でも、株を持つぐらいのインパクトではないんですよね、はい、そうですね。株を持つというよりは、やっぱりリターンを支払いの方で、多少リスク分はあるかなっていう感じですよね。倍とか3倍ぐらいに人が返済しますみたいな。まあまあうまくいったらそうなってますよ。そうなんですね、はい。そうか。ちょっと今日はリライブしたら切れる時間あるんですか、まだ。あれですか、今日開けてます。じゃあもう、まあ、うちのやつはないですか、はい、今、現状は。ごめんなさい。だからちょっと。僕が行きます。僕が送ってもらったやつを職人に来させたりして、多分会社にあると思うんですけど、はい、もしよかったらそのリライブのやつで僕、はい、テストできますか。あ、できます、もちろん。いいですか。もちろん、もちろん。なんかでも俺がやるとなんかやらせくさいんだけどな。
まあでももうそろそろリアリブはこれからも年齢もいっぱい出てきますし、はい、あの大学での研究もこれから出てきますし、はい、まあ、これだけあのツイッターとか、はい、まあ、YouTube とかでも皆様の声を頂戴してますので、はい、そろそろあの怪しい商品ではなくなってきたのかなとは。でもまあでも、はい、リアリブだったらみんなだって言い方悪いけど、まあ、芸能人じゃないじゃないですか、はい、俺見てあれ絶対本物だなと思って、はい、あ、じゃあ僕も自分で YouTube やっててあのリアクションは取れんぞと思っていや僕はうちでもなんかあれ一回動画上げましたよね。そうですね。その時に連れとかにも、はい、あれお前嘘だろとか言って言われたんですけど、あんなリアクションしかもジムのことかがやったじゃないですか、はい、無理でしょとか言って。無理ですね。無理ですよね、あのリアクションは。さすがにタレントでも無理じゃないですか無理ですよね、うん、まあ、あの小林社長もそうですけど令和の虎の虎も同じで、はい、やっぱり成功する社長が一番大事にするのって、はい、やっぱりあの信用だと思うんですね。あ、まあそうですよね。例えば僕がわずかでね5万円あげました、はい、10万あげましたで、はい、やらせをやってたら、はい、もう次から、まあ そうですよね、そういう人になっちゃうわけですよ。あ、そうですよね、はい、そんなやつはいないですよね。いませんね。僕はもう本当にただの YouTuber でなんか金がなくて、はい、いや10万円くれたら、はい、すごいって言いますよとか言って、はいそんなじゃないですもんね、はい、メインの仕事があるもんで。そうですね。こんなんでこのミライブとこのコラボで物作って、はい、で僕もちょっと今回本気なんで、はい、ちょっと今日はいろいろ交渉させていただこうかなでは、向こうに移りましょう。
まだ本当わからない世界ではあると思うんですね。で僕ら の心理学かもしれない、こういうのね、はい、心理学でこの僕たちはこう人のためにやるとか、あの特にたくさんの人を助けたいというだけでこういうふうにパワーが変わってきたりとかもありますし、体でもこう何かにこう刺激をすることでパワーが変わってきたり、はい、姿勢が変わってきたりするんですよ、はい、いろんなやり方があるので、まだ何やったか分からないと思うんですけど、実際にエビデンスも出てますし、はい、あの体感するとみんなが体感できますし、はい、でこれでみんなが喜んでくれてるので、はいはい、まあでもそういうことですよね。そうですね、はい、これでだでもう人を幸せにしたいっていう思いがあるから続けれるっていうか、はいはい、そうですね、最初の頃なんか本当そうでしたもんね、あのマネトラに出てお会いした時とかで、はい、まだまだこれからだからっつって、はい、そんな利益もまだ出てないよっつって、はい、そうですね、すごい投資すごいかけてたんですよね、はい、そうですよね、これだけでも、はい、で僕も今回こうやって6000着ぐらいですかね今作ったけど、はい、結構気が利くじゃないですか、そうですね、服だけでも結構いったし、はい、大変ですよね、はい、でこれが売れるかどうかっていう在庫リスクもあるし、ね、はい、じゃあちょっと僕はじゃあビジネスマンとして、はい、人々を幸せにするから交渉頑張ります。はい、お願いします。手伝いたいと思うんだけど、はい、あのまあ、簡単に言うとね、はい、あの仕事っていうのは、はい、あのウィンウィンなわけですよ、はい、うん、で僕もこの値段の部分は値段下げると他の方にも申し訳ないのと、はい、ちょっとあとあのなんていうかな、僕自身も利益なくなるので、はい、避けたいんです、ね、でもしよかったら僕は視聴者にも例えば先行予約してくれた人には、うんうん、1000円でも、うん、1500円でも引いて販売してあげれればなと思ってるんですけど、全然大丈夫です、全然大丈夫ですけど、うちはそれには加担しないです、はい、あなるほど、すげえな、やっぱ自信あるんですね、でうちは価格的にはどれぐらいまで触っていいんですか、あの、あ全然、まあ、一応いくらでもいいです、あのまあ、リアル数字決まっとったじゃないですか、はい、まあ、これの販売価格が決まっとって、ね、まあ、僕がその建設業で、はい、まあ、もちろんで僕も本当に原価もすごいいいし、はい、まあ、ボディも結構作ったし、はい、まあ、安売りするつもりはないんですよ、はい、リライブも建設業の現場まで来てくれて、はい、職人の動きも見てくれて、はい、本当にいいものができたっていう自信があるんで、はい、もちろん価格を下げて販売っていうのは、はい、あのするつもりないんですけど、うんうん、まあ、自信この値段だったら、はい、絶対に喜んでもらえるから、はい、設定していくつもりなんですけど、はい、ただ、はい、そのまあ物もまだ見てない、噂になってない、ね、これ多分一発ボーンって売れたら、はい、もう SNS とかで今広がってるじゃないですか、そうですね、そうするとまあ、はい、いけたらいいですけど、一番最初に応援してくれた人とまた違うわけじゃないですか、おっしゃる通りです、でこの YouTube を見てくれて、はい、そのさっきのこいつの反応、僕の反応、まあ、音が取れてなかったのでどこまで使ってるか分かんないですけど、はい、あの怪しいあれがもう信用してくれて、はい、まあ、例えば僕が考えておるのは、例えば上下セットで買ってくれただけは、はい、1000円でも2000円でも引くって、はい、1500円、はい、プラスなんか例えば会社の、はい、まあ、それはうちが全部何千枚かなんかあのサインかなんか、はい、まあ、サイン欲しいっていうやつがおるかどうか違うんですけど、はい、なんかそういうプレゼントつけてやろうかなと思ってるんですけど、はい、価格的にもやっぱ、はい、その前も言っとったじゃないですか、はい、やっぱり本当にいいものだし、あの僕ら簡単にはあれなんですけど、最初でもさっき言ったようにすごいお値打ちには出してくれると思うんですよ、それは何って言ったら、うん、研究に金がかかっとる商売なんで、うん、はい、あのじゃあこれ原価がいくらなのとかいう話になったら、はい、まあ、何喋ってんだっていう世界なんですよ、僕らもそうなんですよね、塗装って、はい、まあ、職人の世界だから、はい、今はこれでできるけど、はい、ここに到達する前にどんだけ金かかっとると思ってるんじゃいっていうのがあるじゃないですか。500円でも1000円でも難しいですか。いや、その代わり先行予約で僕最初500円ずつお願いしますって言ったんですけど、うん、はい、まあ、例えば目標3000、はい、3000円ってお願いします、3000セット、これガチでありますけど、はい、うち値段下げません、はい、それはそれだけやっぱ最初に価格が、はい、あ、もう頑張ってくれたってことですね。ですから、もし値段下げるんだったらそこは大変申し訳ないんですが、はい、社長の方で、はい、値段下げ頑張ってください。ああ、そういうことですね。お願いします。少なくともこの上下を本当に着て、はい、これから仕事をされる方は間違いなく今までと違う、そうですよね、間違いなく、はい、その健康とか体を壊さないとか、はい、これはもう僕はもうどう考えてもらうと思うんですよ、はい、本当に騙されたと思って1着買ってくれ、はい、まあ、結構釣れからもう依頼頼まれとって、YouTube 見て、はい、あれ入ったら絶対入れてなって言ってるやつは結構何人かおるんですけど、従業員まであれ配ってあげたいとか、うんうん、やっぱ経営者とかって、はい、やっぱ従業員 の、はい、そのやっぱ健康年齢を保
手上げると、そうですよね、まあ、壊れちゃったら、そうですよね、それこそ建設業なんて、はい、あの営業とかと違うんで、はい、僕社員にも言うんですけど、お前ら体壊したら、はい、俺面倒見られんぞって、はい、本当ですよ、つい3年4年前まで社保証もないような、うん、あのそういう業界じゃないですか、はい、でそれがじゃあ体が壊くなっても1万1000、2万円もらえるかって言ったら、はいはい、やっぱやったれん、はい、業態ですよね、はい、若い子にしか払ってないというか、今動ける子にしか払ってない業態なんで、うんうん、ありました、うん、仙台まで来て交渉失敗しました、申し訳ございませんいやだけど、まあ、今気持ちを聞けたんで、はい、いや逆にちょっと薄々は持ってたんです。やっぱ最近もう本当に忙しいじゃないですか。忙しいです。で顔つきもどんどん変わってきたし、でメディアにすごい出てるのを見かけるんで、はい、あもうすごいな。でだけどこうやって相手してくれて、はい、まあ、僕が来るって言ったらすぐお会いしていただいたんで、はい、うん、ちょっと視聴者の皆さんにはあれですけど、でもこれ伝わったと思います。はい、うん、なんかあこの人多分本気なんだなっていうか、はい、まあ、本当に今売れてるんですよね多分。売れてます、おかげさまで。ですよね、はい、本当にいいものですよね、拡散されて、はい、今なんかそうじゃないですか、いいものじゃないとすぐメディアで叩かれて、そうです、ね、消えていくじゃないですか、はい、そうですね、ぜひ皆さん、あの建設業以外の方もまた問い合わせのホームページで物を出しておるんですよね。そうですよね、そうですね、わ、はい、かりました、ありがとうございます、ご視聴ありがとうございます、よろしくお願いします、ご誠実しませんでしたいやまあでもいい話聞いたですね、まあ、ただ、まあ、売り切る自信があるんで、うん、そうですね、まあ、やんなきゃいけないなと思ってるんですけど、はい、で僕はこれ一発で終わるんじゃなくて、うん、これじゃあ年間それこそ1万、2万、3万って、うん、売れれるように、やっぱ建設業ってそれだけ人いますからね、います、で体に困っとる人本当におるんで、うん、僕らの塗装の職人もそうですけど、うん、みんな体に困っとるんで、だってあの大工さんって投資いってるじゃないですか、はい、みんな、はい、50も60もなって上の階段登ってやったでしょ、はい、あの人たちなんかあの本当に早くあのリカバリーしてやらないと大変だと思います、まあ、そうですね、僕らの同級生でも今、はい、結構やっぱどっかしらその野球の選手じゃないですけど、うん、どっかしら故障しとって、うん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 、その中でどうやってやっていくかっていうのを腰だったり、うん、背中だったりとか、そうだね、これが本当に俺来てよかったっていう声が増えてったら、うんはい、僕にとってもプラスだし、はい、まあ、もちろんリライブにとってもプラスだし、はい、もちろんさんにとっても絶対プラスになるなって、はいはい、建設とかね、うん、建築って僕ね結構思い出あるんですよ。ああ言ってましたね、うん、もともと建設の、うん、ああいうことやってたんですね。そうそう、建築の方もちょっとやってたことあるので、はい、あの方々がどれだけ頑張ってねやってるかは十分分かってるので、はい、やっぱりそういう方がね、特に高齢になって、はい、そういう方は、はい、とにかくあの、まあ、潰しきかないわけですよ、はい、それで、ね、あのタクシーの店主になったとかいかないので、はい、やっぱりこの世界でやっぱりいいものを作り続けて、はい、元気でやっていただくためには、はい、やっぱりそういうものが絶対僕は必要だと思ってたので、はい、そこをやっぱりあの小林さんの力でね、はい、やっていただきたいなっていうのは本当に思います、はい、結局みんなこう手をかけて、はい、売れ筋を見ながらこうやろうとするんですよ。だファーストペンギンになりたがない人なんですね。ああそういうことですね、うん、あのリスクは取れないけど、そうそうそう、美味しいとこだけは取りたいみたいな。そう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 、あでもね、あのやっぱりファーストペンギンが全部を取るのが世の中の常ですから、はい、うんうん、だから僕もこの業界ではあの機能性視察はファーストペンギンだけども、はい、やっぱ同じようにその建設の部分で、はい、建築また建築の部分で彦林社長がファーストペンギンになれば、はい、それをあと拡散力があるわけですから、はい、絶対に広まります、はい、だってあのね、職人ってみんなつながってるじゃないですか、まあ そうですね、うん、そこから行きゃいいだけの話だから、もういいものを私は本当に絶対売れるんで、はい、そうそうそう、そう、それはもうあの口コミなんかも絶対広がってきますから、まあ、そうですよね、うん、今本当にも拡散能力あるじゃないけど、あの SNS とかもすごいじゃないですか、みんな、はい、職人さんもみんなやるじゃないですか、はい、あります、インスタだなんだっていうのは、ね、はい、価格的なことは、まあ、ある程度じゃあ、うん、ちょっと上下してもいいよってことですねあ、じゃあ、あのうちが販売が、あ、販売じゃない、はい、販売そうです、よし、じゃあ頑張ろうか、はい、売り切るように頑張ろうか、はい、必ず6000着売り切りますんで、はい、今後とも長い付き合いをよろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします。